はい、番宣番宣。やりましたね。はこい。の番宣って言うと、めっちゃ喜ぶ人が僕の知り合いいるんですよ。ファンレターを届けました。まあちょっとそれを横に置いといて、番宣でございます。ピチパー会議番宣でございます。背景の通りでございますけれども、ピチパー会議2023、来年開催される、ピチパー会議の、番宣でございます。ピチパー会議は、PHP を、やってる人、やってない人、あるいは、PHP に関わる人、関わらない人、そういった方々、技術者の方々が、様々参加する、主に PHP を中心とした、テックカンファレンス、お祭りでございます。非常に楽しいものとなっておりますので、参加していただきたいわけでございますし、そのためには知られないといけないんですよ。なので、このようなことをやっている。一応ね、これ、勘違いされる前に、言わなきゃいけなかったんですけど、これ非公式なんでね。これ、ボランティアなんで、一応ね、僕、ピチパー会議と付き合い長いんですけど、これ別に公式っていうわけではなくて、半公式って言ったらいいのかな？ちゃんと許可を得てやってるんですけども、許可っていうか、こういう宣伝するよって言ったら、やってよみたいな感じでやってるんで、ただ、ピチパ会議のあれではないんで、ご注意くださいと先に言いました上で、今日、こちらの方にいらっしゃいます、ゲストでございます。じゃあ、ちょっとザクッと、俺が自己紹、あの紹介するとろくなことにならそうなので、ちょっと自己紹介を。どうぞ。はい、どうも。株式会社 PR タイムズから来ました。エマじゃないや。いや、大丈夫だと思います。いいんですよ。いいんですよ。いいですね。この優しさ。はい、どうぞ続けて。株式会社 PR タイムズから来ました。メイヘイです。よろしくお願いします。はい。で、ありがとうございます。スライド。こんな感じで、株式会社 PR タイムズ、ピチパー会議2023にプラチナスポンサーで協賛していますということで、僕はそういうつながりで、うずらさんのこの番宣に参加させていただきました。よろしくお願いします。イエーイ、すごいですね。僕は一応、ステークホルダー的には PL タイムズは今、協力させていただいてるんで、全くノットやぶさかという世界観ではございますけれども、これを卑怯だとか、思う会社さんもいらっしゃるかもしれないんですけど、来てくれ。ということで、多分どっかの会社が来てくれるんじゃないかなと期待をして、この話を進めていきたいなと思います。はい。ということで、一応、この表示は、この表示残しておくとしてですね。あれ？ちょっと待って。こいつを表示したままにしておくと、俺のウィンドウがうまくいかなくなってしまうか。ちょっとグダグダでやっていくが、画面を共有します。が、はい。今年のサイト、こちらでございますね。まだ、そっけない感じでございますけれども、今後、ゴージャスな感じになる予定でございます。で、言わなきゃいけないことは、上の方にある通り、スポンサー募集中というボタンがありますので、ぜひとも、スポンサーになりたいような企業の方々は、こちらのスポンサーの方、確認いただければと。あとですね、パンフレットの記事、ピチパ会議では、冊子を、参加者の方に配っておりますが、そこに、載る。結構立派な冊子なんでございます。去年のですね、冊子を、次回ぐらいも出せばいいのかな？出しますけれども、立派なものに原稿を載せるっていうことができるので、なかなか楽しいんじゃないかなと。これはインサイダーなのかアウトサイダーなのか若干わかんないんであれなんですけど、なんと国会図書館にも入ったらしいですよ。すごいですね。僕よくわかん、え？って言っすちゃっごいたんでです。すけど、すごいですね、って感じです。はい。そして今、トーク募集中でございます。様々なトークが今応募、リアルタイムに応募されておりますので、皆様のトークを応募いただければと思います。はい。ということでございます。まだチケットは販売しておりません。もうちょっとしたら始まるはずでございますので、その時にはまたご連絡をさせていただきます。はい。一応ですね、公式のツイッターこちらとなっております。はい。ピチパー会議というツイッターで、やっておりますので、リアルタイムに情報を知りたい方、どういうトークが応募されたのかなみたいなのを見たい方、例えばこちらなどそうですね、トークのプロポーザルが投稿されました。先ほど言ったようなプロポーザルなどを投稿して、このようなところに、いろいろと書いたりとかしたりするといいんじゃないでしょうかという感じですね。はい。
で一応あの天丼になりますけど、ピチパータイムズ様、ピチパータイムズじゃない、 PR タイムズ様から、まあ、ゴールドプラスの PR タイムズの、申し込みいただきましてありがとうございます。ということで、はい、じゃあやっていきましょう。あれ、はい、これここまでが番宣 の、 あの部分で、去年のやつです。え、去年のやつやってしまったか。今のはあのちょっとマジか、去年のやつですね。まあまあ去年も応援していただいてるんだなということはバレた方でいいんじゃないですかね、はい。今年は、ほんまや、2000位の2000さんになりました。大変失礼してしまいましたね。あ、2、3日にできないのか。これや、あ、失礼しました、プラチナスポンサー様でございましたね。後で僕がすげえ後で怒られるということは確定したような気がしますが、まあ、非公式動画なんて嘘書いてあってもいいでしょう。なので、PR タイムズの様におかれましては、僕は単に横に、なんというか、非公式の人間なので、怒んないで。はい。ということで、じゃあやっていきましょう。はい。ここまでが宣伝文句で、重要なとこで、あとはおまけでございます。はい。やっていきます。でですね、まあ、エマさん。まあ、エマさんとは、まあ、実は僕は、まあ、現場が一緒みたいな感じなので、まあ、いろいろとこう、なんだろう。僕が、こう、技術的な部分で、僕もね、おじさんなのでね、こう、指導する側なんですけれども、まあ、所詮おじさんなんてね、何も分かってないわけですよ。なので、まあもうちょっとやっぱり、いろいろ教えてもらいたいなという感じですよね。今別の、俺の別のシリーズでやってるカズさんのやつをもう、まあ、ネクストとか教えてもらってるんで、ちょっとエマさん、俺になんか教えてよっていうふうに言ったら何がいいかなって言って、まあそれを言ったのがさっきの話で、5分ぐらい前の話なので、何をやるかめちゃめちゃ、そうですね。悩んだ結果、まあ、おじさんが、おじさんがって言うと言い方悪いんだが、おじさん全然使ってる人、俺の知り合いにたくさんおるんだが、まあまあ、僕があんまり使ったことがないもので、結構、最近の人は使ってるものってことで、Google コラボトリー、正式な発音、ちょっと若干怪しいんですけど、Google コラボラトリーの話を、まあ、ちょっと今日、エマさんとやっていこうかなと思っております。はい。これ、はい、どういうものなのか、すごいざっくり、エマさん、紹介して、したりとかできる？あるいは、これを閉じて読め。やる？まあ、ちょっとその前に、名称、はい、僕の名称は、エマさんでいいですか？いいんじゃないの？メイヘさんでもいいですけど、メイヘさんします？ごめんね。僕も、あ、じゃあ一応、これはもうあれですけど、僕はうずらという名前ですが、本名石田純一です。はい。難しいだろ、メイヘイさんって呼ぶの。まあ、慣れてるからさ。そうですね。じゃあ、エマさんを、あ、エマさんって言っちゃったよ。メイヘイさん、俺のこと石田さんって呼んでよ、じゃあ。まあ、ええわ。そんなんで、確かにアニメ。はい。メイヘイさん、ちょっとじゃあ、エマさんに統一しましょう。エマさんに統一しましょう、これは。ちょっと僕も間違えて言っちゃうんで。うん。エマさんに統一させて。はい、まあ、インターネット上では、メイヘイさん、後で、下の方に書いておくんで、この後編に書いてあるんで、うん、そっちで見てください。はい、エマさんの方から、ちょっと、コラボについて、なんか、さらっと3秒で説明をお願いします。どうぞ。さらっと言うと、Python が動きます。以上。すごい。大体分かったぞ。まあ、PHP じゃないじゃないかっていうのは全くもってその通りなんだが、まあ、もう PHP をやってる、ピチパー会議に来る人は PHP 飽きてると俺は知ってるんで、ここらでね、別の言語をやっぱりやるとか、まあ、別のものを見るっていうのはすごい楽しいことだと思うんですよ。これを見てるような人たちはですよ。うん。なので、僕は Python をもう何年書いてないんだっていうぐらいの感じなんで、多分すごい何も書けない感じになると思うんですけれども、まあまあやっていこうかなっていう感じですね。えい。ってことで、これを多分試される方もいらっしゃると思うんで、はい、この、まあ、コラブって読むんですかね、はい、コラブで検索すると、だいたいトップページ飛んで、その後、まあ自分の Google アカウントとかでログインすると、この画面に行きます。何もない。僕がこれを触ってないのがよくわかる。はい、まあ、Jupyter は僕触ったことあるんですよ、実は。データ処理の昔、他のお仕事で。ただ、これは使ったことがないんで、マジで使い方わからんなと思っていて。
ちょっとじゃあ、あれですね。どういうふうにやっていけばいいですか？なんか新規作成とか、ハローワールドいきましょう。新規作成するときは、うん、おそらくファイルのところからもできるかな。お、僕から新規作成あできそうですね。はい。じゃあ、作成しましょう。で、なんか、個人情報が出なければ。個人情報出ても俺のやつだったら、まあ、ワンチャンいいよ。基本的になんかあのドライブのところから Google ドキュメントとかスライドとかを作るのと同様にあの Google コラボラトリーのファイルを1個作るっていうような感じになってます。なるほど、確かにそして Google ドライブがある、うん、はい、できましたね。これもしかしたらあの Google ドライブのファイルの中にすでに保存されてるかなと思います。あ、そうなんですね。で、あのシンプルな実行できそうな画面が出てますが、ここで、ね、プリントカッコハローワールドって打つとカッコでいいですか？ハローワールドが、はい、いやもうすでに PHP だとカッコいらねえじゃん。いやプリントはいるわ、うん、うん、みたいな顔になりました。はい、まあこれで多分再生です。でも後ろのはいらないです、うん、あ、いらないんだ。あ、そっか、そうだった。これが仕込みじゃないか、受けるな。はい、そうですね、あの、はい。新しい言語はあんま入れないですね、ここは。さらっとディスりやがった。はい。じゃあ、再生ボタン押すんでしょ。知ってるわ、押すわ。はい。で、押すと、しばらくする。多分ちょっとあれですね、スピンアップ時間かかるのかな。お、出ましたね。はい。ハローワールド。ここで、ハローワールドが、あー、なるほどね。これは、はい、あ、なるほど。こうやってなんか、あ、なるほど。そうやって、なんかどんどん。ここでまた追加して、シェルを書いていくって感じですね。なるほど。これ変数になってたりするの？上のやつって。結果ってなんかこれ取ってこれんの？上の行のやつ。あ、そうですね。これ、あ、それぞれあの結果、あの実行した順番が入っているの決まっていて、その流れでずっと続いていくので、例えば上の方であの変数に何か代入して実行して、下のセルでその変数を表示っていうのもできます。あとは、これ、なんだっけ？いらないんだっけ？なんでもいいんだっけ？これでいけんだっけ？そうですね、これでいきます。で、あ、この場合、うん、そこをまた一回実行しますね。なるほど。はい。そうすると、さっき左側のやつが1だったのが2になってます。あ、本当だ。うん。これは？で、何が2なんだ？それで、うん、その下にまたあのコードを追加してみてください。こっちの方でいいですか？はい。あ、なるほど。はい、そうすると、3になって、はいはいはい、3回目実行したコードになってますね。あー、なるほどね。ああ、もう大体意味は分かりましたぞ。なるほど。まあ普通にここに複数行を書くことももちろんできるんだな。はい。そうです。なるほど。これをスキップしたりとかするっていうのは、まあなくて、なんていうか、違うな。コンカットって Python だとプラスでいいんだっけ？ドットだっけ？波だっけ？プラスで、ストリングが連結できますね。やったぜ。これを上を実行しないで、これやるとエラーになる。ああ、なるほどね。で、上をやっぱり実行し直して、はい、こうすると、あ、なるほど。はい。ああ、そうなんです。もうなんか。で、そうですね。この順番が5、6となっているように、うんうん、実行上、これ0から、あ、1からかな。ずっと連番でつながっているので、もしなんかこう変数が定義されてないとかエラーが出たら、あれ実行してないのかなっていうのを疑います。うん、なるほど。で、実行はシフトエンター、うん、シフトリターンでいけます。うん、なるほど。こんなことやらんが、普通こんなことやるんやろっていう気は若干するわ。まあ、これ、ま
だ実行してない。よいしょ。シフトエンター。あ、確かに行きます。で、ほい。なるほどね。はいはい。はい。意味がわかります。あと僕が個人的な好きな機能が、変数をそのまんま置いてみて実行してください。え？どういうこと？こういうこと？コンキャット。はい、これだけで。で、実行すると。なるほど。中身が見れるんですね。なるほどね。まあ、ピチパーだったら、バーダンプ的な。うん。あ、そうですね。まあ、XBAC みたいなような感じで、中身が見れて、とても便利ですね。ちゃんとコピーもできる。逆に、ここで中身が見れるから、はい、段階的に実行する。一つの、こう、めちゃくちゃでかいファイルを作って、一斉にこう実行するっていうよりかは、一行一行やっていって、うん、まあ、中身がちゃんと入ってるかなっていうのを、ちょこちょこ確認しながらやっていくっていうのが、割と、自分流ですが、僕の中ではこんな感じでやってますね。なるほど。これ、なんか、間を、なんかここら辺にあるやつは一体、あ、一回消したりとかできるってことか。あ、でも消してもあるにはあるんだな。あ、右側のところから、この実行と、実行の入力と出力のこのセル、一つまとめてセルって呼ぶんですけど、これを、ゴミ箱マークから消すことができたり、ははうん、それで 上下に動かせたりとかはできますね。あ、なるほど。はい。さっきの、ようこそコラボラトリエみたいな画面だと、マークダウンで書かれていて、はいはいはい、この今、新規セルを追加するときに、コードとテキストがあるんですけど、テキストの方をやると、これでマークダウンが書けます。はいはい、なるほど。ああ。これは、マジの、いわゆる研究ノート的にここにもう挟み込みでメモを取るためのものなんですか、これは。まあ、ちょっと僕そういう使い方やったことないんですけど、やるとしたら、さっきのようこそ画面のような、誰かに共有するときに、これ一枚見てもらって、で、実行コードと実行結果っていうのを出力された状態で共有することによって、何やってんだなっていうのが分かるかなと思いますね。うん、いいですね。すごい。ちなみにこれはあれか、ワンチャンこういうのをなんかビシッとコピペして、ビシッと貼ったら、さすがにそんな甘いことは、いや、あるのか。これは何ですか？ひどいこと。すごいことになったが、なるほどな。なるほどな。一応画像を貼ろうと思えば貼れるんだな。すごい、えらいことになってるが。マークダウンエディターを閉じる。うん。あ、オッケーオッケーオッケー。やりたいことができた。はい。よし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 。いいぞいいぞいいぞ。まあ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 。まあ、Python。まあなんかあれですね。JavaScript の、Dev Tools の Python 版みたいな気分で今。そうですね。うん。で、まあこれは、まあハローワールドはできて、まあこのように書くということはできて、まあちょいちょい便利だなというのはもちろんあるんですけど、まあ僕はこれ聞いたことあるんだけど、っていうかまあ僕は前の会社とかだとこれ離脱連携させたりとかして、まあデータ処理とかを、まあもりもりとやったりとかして、
もう忘れましたよ。完全に忘れましたけど、あのパンダスとか使わされていた記憶があるんですけれども、はいはい、ちょっとそういう方のやつをやって、ちょっと格好をつけましょうか。なんか。そうですね。うん、格好つかないもんな。アロアロだったらな。まあ、うん。まあ、ちょっと話していた内容だと、うん、あれですね、エチパー会議のプロポーザルからなんか分析したり、携帯素解析したり、うん、いいですね。なんか表示できれば、ゴニョゴニョやって、PHP ではできないこと、Python でやってみようみたいなのができると思うんですよ。PHP でできないとか言いやがって、この野郎。PHP 会議で、まあ僕の昔のプロポーザルとか使えばいいのかな。何があればいい？テキストがあればいい？それともなんか構造化されたデータじゃないとまずい？どっちでもできると思いますが、どのフェーズからやろうかなっていう感じで。そうだな。まあ、あんまりなんかでかいやつでいくよりかは、サクッとなんかあんまりでかいやばいデータ使わなくていけるみたいな。じゃあ、そうですね。じゃあなんか、トークでテキストを適当にコピーして、これを使っていきましょうか。一旦これでいこうか。これでいい？これぐらいの高さで大丈夫？懐かしの大統一 PHP っていうトークをしたときのやつですよ。もうちょっと分量あった方がいい？あ、これが、うん、多分他のでもそういうもんだと思うので。はいはい。じゃこれをコピーしました。はい。はい。で、戻ります。シュル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 。まあ、なんとなく変数にいるんでしょうね、多分。そうですね。うん。リストで。これが、インラインの。これは1行しか入らない。で、カンマを 3個。カンマじゃないですね。ちょんちょんちょんを3個つけて、リペして、ちょんちょんちょんで。はい。これで数行ができます。うん。入ってるはず。で、一回テストの中に入りました。うん。で、タブが使えるかどうかちょっとわかんないので。コピペはコピペじゃねえや。カンペは送ってくれて結構ですよ、裏から。うん。これなんか、このままなんかそのまま共有したらいけないの？なんかやべえやつが出る？大丈夫かな？ああ、ギリギリ大丈夫だな。URL を。いや、これは URL 共有するときに僕のあれじゃないか。アカウントがババレちゃうとかじゃない。ああ、じゃあやめよう。うん、ここに出るからな、多分。俺は全然あんまり気にしない人間なんだが、何せ公開情報なので。いいんだが。そしたら、ジャノメっていうのを入れましょうか。コピペは、会社のスラックで、うずらさんに。はい。何ポートは使うんだろう。あ、何ここでいきなり、あ、なるほど。ここでインラインで、もうこれはなんか想像つくんですけど、バン入れて、ピップインストールやるんですね。なるほど、シェルが動く。そうなんです。で、これで実行しましょう。ああ。これをやることで、プインストールが実行されます。で、ジャノメっていうツールが、ライブラリーが、携帯素解析に必要なもの、大体入った状態でインストールされるので、メカブとかと違って、必要な、なんか、ダウンロード、これが必要、あれが必要とか、そういうのないんで、楽かなと思います。なるほどね。なんか俺が前やった時、もうちょっとやり方違ったんだが、はい、こういう感じなんだな。やっぱりコラボが違うのか、流儀があったのか。で、これで多分インストールできたので、お、ありがとうございます。裏からカンペが飛んできまして、ね、あうち、すごいなんか、ひどいことになった。コピーがむずい。よいしょ。はい。で、これを実行して、まあ我々のユーズですね。リクエアワンスユーズが行われ、
裏で、そうですね。取らします。すごい助かります。でも、若干あれですね、これ。その間にこの説明すると、まあ、from import、これがライブラリにインポートするんですけど、ジャノメっていうライブラリの中のトークナイザーの、トークナイザー T が小文字の方のやつの中の、大文字の T のトークナイザーっていうクラスをインポートしてます。うん。はい。で、その次、これですね。これを実行すると、はい。一番赤いような番線ですが。ああ、はい、昔。の結果解析の。もうなんかすげえ見たわ。ちゃんと会議は固有名詞になってるのはいいですね。そうですね。まあまあ、これはあれですね。僕もなんかメカブで見たみたいな世界ですね、これは。はい。今回、ここの、テキスト、今日はペチパー会議の番宣ですって書いてあるので、これをさっきの入力したテキストに変えてみましょうか。そうですね。まあ一応、なんだろう、山間で行くと、まあこういうことですよね。よいしょ。よいしょ。こういうことですよね。あ、そうです。えい、や、と、はい。まあ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 、長いものはずらずらと出る。うん。まあまあ、そうですね。まあまあ。さまざまなものはずらずらと出ていますが、まあちゃんと携帯素解析はできました。はい。すごいな。すごいなっていうか、まあ言いたいことはわかるんだわという感じになるやつですね。はい。で、ちょっとこれは、なので一回隠して。いや、どうしましょうか、こっから。そうだな。こっからどうしていこうかなっていう感じですね。そうだな。携帯素解析した後に、この文章からだけだと、何をするにも、なんだろう。まあ、例えばですけど、ワードサラダを作るときって、多分タグとかを集めると思うんですよね。はい、だから、名詞だけ拾ってみるとかどうです？とりあえず。要は、助詞とか、そういうのはいらないので、ちょっと名詞だけをこう、うまく、ここからすくい上げるみたいな。ちょっと、このさっきのやつだとデータがでかいんで、一旦この、ここかでトークナイズされたやつのこのトークンズから、なんかこう、なんだろう、うまくやっていく。まあ、要は、名詞だけでグレップかけて、ちょっとワードサラダっぽくしていくみたいなことをやるのはどうですか？すごい、初手として。そうですね。じゃあ、それをやっていきましょうか。で、CSV パーサーがいるんだな。このトークンに、プリントしてるトークンに、後ろに、ドットで、パートオブスピーチっていうものをつけてほしいです。保管出てこい。保管出てこい。今保管出てこない。パーティションしか出てこない。これはどうしてだろう。お、わかんないことがあるんだな。よいしょ。うちだとちなみにトークンズは単なる配列のか。違うんです、まだ。トークンの多分、トークンで出てくるものが何の保管も出てこないので、こいつが何なのかはちゃんとできてないんだな。はい。そうかもしれないですね。まあ、こうなるな。スコープが一応。お、こうなりました。あ、できそうですね。これが、フォーループで入っていたトークンの一番最後の要素が、まあ、トークンズの一番最後の要素が、ここに、トークンに入って、で、その要素を、ここで見てます。
もう、ああ、このループが終わった時の最後に脱出した時のトークンを見ている。はい、はい、そうです。それはでも、これが、じゃあこれがこうなると、あ、トークンになってるから、はいはい、型としては、トークナイザートークンになっており、そいつの、パートオブスピーチってやつが、あ、なるほど、これになると。逆説的に言うと、うね、これが、カンマクギリになってますね。はい。え、これ、カンマクギリになってっていうの、この CSV になってるんだかなってないんだかみたいな感じになってるが、これ、空白区切りじゃないのか、これ実は。ああ、その上のトークンは、おそらく、うん、あの、トークンドット、あの、トークンの、あの、インスタンス自体が、あの、標準出力で設定されているものはこうなるんですけど、まあ、パートオブスピーチの部分は、多分、真ん中のそのタブで区切られた後ろ側の方だけを見てるので。あ、なるほど。はい。なので、こっちは、カンマ区切りで大丈夫なはずです。お。そしたら、このカンマ区切りを次は、今、ストリング型から、リストに書き換えます。うん。と、ドット、スプリット、カッコカッコで、カンマを、ストリング型のカンマを入れて、はい、でこれでリストはいらないですね。いらないですか？はい。はいはい。これで、リストができました。あー、なるほど。今この状態は PHP のリストと同じやつです、ね。PHP のリストがないが、はい。まあ、こうなって。ゼロから始まるやつです。はいはいはい。ってことは、まあ、一旦ちょっとこれ、まあ、あの、雑なあれにしますけど、これで一回実行すると、まあ、変数になってて、これの、はい。ゼロとかに来ると、あ、なるほどね。はいはい、そうなんです。なるほど。ってことは、まあ、どう、シュルッと考えると、まあ一回ここまでのあれでいくと、トークンの、はい、トークのパースのスプリットの、いきなりなんかエスパーっぽくなっちゃうのが若干あれですけど、格好がこうなっていて、うん。これ何？配列の初期化って何？これでいいの？あの、いらないですね。いらないのか。あ、リターンリストですか。一回取っとかないとダメじゃない？PHP で言うとこういうことがしたい。あれの、じゃあそしたら、あの、作った方がいい。うん。はい。これが配列であるというふうにするのは、普通だとこうだが、うん。あ、それで大丈夫です。あ、了解です。で、リターンのリストのアペンドとかあるの？はい。アペンドじゃないと逆に無理ですね。OK。で、こうすると、リターンリストに、まあ、基本的には多分全部入っているので、こいつをこうすると、はい。ああ、なるほど。入りました。すごい。山間が効いたわ。実は、あの、うん、欲しいワードってこれではなくて、そうだね。うん。単語の方なんで、これは if 文で、そうですね。よいしょ。トークンから名詞だけを取って、リコリコリでいいんだっけ？はい。全いるんだっけ？で、オフサイドルールっていう俺の理解できないやつ。いらないやつか。ちょんちょんの、ちょんちょんって言ったから。ちょんちょんって言ったコロンかセミコロンか。コロンか、ね。コロンか、はいはい。で、あれでも赤文字が出る。あ、消えた。で、この時に、名詞の時に、今度は、はい、要素としては1個目が欲しいので、パートオブスピーチでは取れないのか。これは、
トークンをタブで切って、トークンのタブで切るか、サーフェスっていうのがいいね、そっちにあるので、はい、それでアクセスできますね。サーフェスってやつを、なんか保管出てくれよ。あ、これは関数ではないので、これで OK です。あ、そうなんだ。OK です。はい。で、じゃあ、リターンリスト、アペンド、こうかな。で、はい、実行と。まあ、俺もギリギリここに波カッコ入れないで済んだ。いや、危うく殺されるところだ。ああ、はい。おお、すごいですね。ちょっと番線が分かれてますが、良さそうですね。辞書がね、うん、番線なんて言葉や辞書にはねえんだよ。まあまあ、そうですね。まあまあ、でもこれはでもあれですよね。なんだろう。理解できるというか、全然。まあ辞書をね、本当だったら、ジャノメのやつにカスタム辞書とかぶち込んで、番線をちゃんと名詞として認識させられれば、勝ちという感じだと思うんですけど。なるほど。ほう。で、ちょっとじゃあこれをそのまま使って、まあこいつはあれだったんで、なんだっけ、テキストか。テクストでいって、で、ボンってやると、ランされて、いると、お名詞か？まあまあまあ。若干なんか、怪しいのも入ってます、ね。入ってるが、まあまあ、多分これは、そうですね。いい感じに、本当だったらできてる方がいいが、まあまあ、そんなもんでしょう。ちょっと。デバッグ的にここでちょっと見てみるか。これはマジでね、難しいからね。辞書がやっぱり綺麗になってないと何もできない。訳が名詞。まあそうですね。まあ、確かにアルコールは名詞だよな。まあまあ、こうやって、なんだろう。それぞれに、またリターンリストとかが取れたので、まあ、こいつを、そうですね。4は、4each はどうやって書くんでしたっけ？4で、まあ、変数を書いて、うん、あ、まずは変数を入れる代入先の変数を書いて、in で、うん、で、先ほどのリストです。はい。で、オフサイドして、まあそうですね。まあ、世の中、どうやって書くのが正しいのか知りませんけど、違う、どうって書いてしまった。もう人間の業というやつが、ああ、そうですね。こういうふうなものが、はい、やりたいような感じがしますね。なるほど。はい。まあ、ちなみに僕ちょっと全然 Python 詳しくないんであれですけど、Surface って、これは、このトークンがさっきのジャノメのあれでしたけど、Surface とは、この1個目のことを指すの？そうみたいですね。なるほど。表層系と呼ばれるらしいです。自然言語処理界隈だと。なるほど。これが表層であり、そこから右側が、なんだろう、様々であるということなのか。これは多分あれだよね、読み仮名とか。あるいはシトーラス的な、はい、うん、この辺の読みとかあと発音とかっていうのも一応呼び出されるみたいですね。ジャノメの部分からまた発音してでリーディングとかコネクトとかを呼び出すとサーフェスと同様に読みや発音で、うん、取れるみたいです。なるほど。これあれなんですね。だから僕は今ここで雑にプリントしたけど、まあ、実はこれはテキストに、はい、まあ、2テキスト2ストリングされた結果こう出てるだけで、内部はもうちょっといい構造化されてる状態になってるってことなんですね。
なるほど。そうですね。チナ、これってなんかダンプとかってどうやってやるの？ダンプっていうかバーダンプ的なサムシングって。トークンはどういう物体なのか。バーダンプはもう。なるほど。なるほど。バーダンプに当たるのはできるのかな。ないのか。どうでしょう。あるでしょう。Python バーダンプないとかある？Python。Go ですらあるぞ。ダンプ、オブジェクト。バーズ。バーズ？そんな、なんかよくわかんない物体あんの？あ、行くわ。あ、なるほど。これで見れた。あ、これか。はいはいはい。じゃあのめ、サーフェスノードってオブジェクトで、まあ、まさに1個目のさっき出てきたやつ、俺は理解できない。なんでここで切れんだよみたいな感じがしてたけど、これが0番目っていうのは、こういうことか。へぇー。あ、すまんな。なんか、こう、年を取ると、こういうのが気になってしまうお年頃という。はぁ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 。いやいや、なかなか面白いですね。こうやってサクサクと書き換えていく。さて、今41分で、なんかあと1手、はい、面白案件をここから1個やろうとしたら、なんか思いつきます？例えば、そうですね、このテキストがイビルであるとか、そういう判定器を入れるみたいな、多分次回ぐらいにやった方がいいような気がするんですけど、なんか飛び道具みたいな物体があったりとかします？これで、まあ、さっきのワードサラダみたいな感じなんですけど、ワードクラウドっていうのが簡単にできるはずなので、マジで。それをやってみましょうか。いいですね。もしかしてビジュアライズってやつですか？そうですね。いや、かっこいい。これはもうね、単なるね、悪口なんですけどね、この、エマって人はね、こう、かっこいいグラフィカルのやつをね、会社の中でね、バンバン出してね、ダサいコードをガチガチ繋いでる俺と違ってこうキラキラしたものをこうベタッとこう社内スラックに貼っつけてしてかっこいいなって思うんですよね。俺もかっこいいグラフィックやってみ、あ、グラフィックじゃない、ビジュアライゼーションやってみてえなって思う。はい。ちょっとそれをちょっと伝授してもらおうかな。はい。じゃあ今回もまたピップインストールするんですけれど、はいはい。さっきと同じなんで、ピップインストールでワードクラウドすべて小文字で、ピップインストールでしたっけ？ちょっともうワードクラウドインストールワード全部小文字か、ワードクラウド、はい、よいしょ、はい、多分それでいけるかなと。お、結構いろんなも入ってきた。お、知ってるやつがぼちぼちありますね。いきなりナンペイが入ってきた。ナンペって言っちゃいけないんだよ。ナンペって言ったらこの間めっちゃ怖いなんだよ。ナンピ？うん。ナムパイって僕は呼んでますね。ナムパイ。なるほど。パイ、パイ。正しい気がする。そして、実は入ってるみたいな感じがしますね。Already Satisfied って書いてある気がする。うん。そうですね。そう。よっしゃ。そしたらインポートをしますが、うん、このとか、プロインパークラウドインポートで、各単語の先頭が大文字になっている、うん、ワードクラウド。ワードクラウド。インポート、ワードクラウド。ごめん。この前に、フロムワードクラウド全部小文字をつけますね。で、インポート。インポート。インポートが一番最初いいの？あ、インポートはこの位置で大丈夫です。これが正しいです。うん、はい。若干この、なんだ、サジェストが、あれですね、1秒ぐらい待つ必要があるって感じですね。はい。で、これで多分インポートは成功しました。そうですね。はい。そしたら、インスタンスを作る必要があるのか。ワードクラウドの
そうですね。インスタンスを作る必要があり、ああ、これもしかしたらフォントがないとできないかもしれない。日本語フォントが。まあ、日本語フォントはなくて豆腐が出れば許されるだろう。そうですね。これ多分リストが入っているはずなんですけど。これもサンプルを今、雑に見ていて。はい、ああ、ちょっと、コテクが必要かもしれない。マジで。なんかこんな感じのやつを、こうしてみて。そうですね。あ、残念。ネームマスクはないのか。ああ、マスクが定義されてないか。マスクなきゃいけるか。マスクなきゃいけない。WC のジェネレート。で、これはどこから取るべきなんだ？配列から取るべきなのか？そうですね。このリターンリストのやつを、うん、スペース区切りで単語が分かれているテキストストリング型に変換したいんですよね。なるほど。ってことは、じゃあここでスペースグリッド、あ、それでもできるんですけど、ジョインコマンド。ジョインができるか。はい。なるほど。はいはいはい。じゃあ、ここからもう直接取ってきて。そうですよね。フォーで回すなんて、お前もうちょっと、野蛮人の感覚を捨てろっていうのは全くそうですね。てか PHP のインプロードあるわいっていう感じがしますね。これでいいのかな？一応これでいいのかな？これちょっと特殊で、まず、ジョインするための単語、このスペースを先頭に置いて、うん、そこから、ジョインっていう関数を生やして、で、引数にリストを取ります。なるほど。JavaScript っぽいな。ジョインをそのまま直接アレに生やせないから、一回空文字作って、はい、違う。ここにジョインのその間に置かれる文字が、うん、文字を置くので、まずスペースを作りますね。うん、スペースを作ります。で、スペースから、うん、はい、ドットで関数のジョインっていう関数を呼び出します。なるほど。こう来るわけか。はいはいはい。はい。で、その引数にさっきの配列を渡します。すごいな。これは Ruby っぽいな。あ、ごめん。別に Python をバカにしてるわけじゃなくて、こう、さまざまな他の言語と比較していくと、ね、ああ、はい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 。期待してたやつが出ましたね。これ、そうですね、すごいな。すごいなっていうのは、これを理解するの C から来た人間には不可能という気がするな。まあいいはい、ということで、空白 P の、ストリングができました。で、これですかね、多分。はい。で、これでジェネレートします。で、インスタンスができたんで、ちょっとインスタンスを、リザルトかな。代入した上で、はい、でこれを、多分なんか、うまいこと。適当なライブラリーで表示させてですね。その適当なライブラリーっていうのはね、初心者にはわかんないんだよ。なんか、パイプロット使えって書いてある。まと、そうですね。パイプロットで、イメージ書でできそうですね。はい、マトプロットライブラリーっていうライブラリーがもうすでにこの Google フォーマットに入ってるので、これはもうインポートするだけで大丈夫です。いけた。あ、そうですね。
そして俺はもう完全コピペで、あの本家からのコピペを持ってきてるが、軸なしでバイリニアで、これ多分ダブルシ、ダブルシージェネレートってこれなんだ、自分が持ってんのが状態を。じゃあこれ、返り値持つ必要性ないのか。そうです。そうした上で、いや、多分。で、はい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 。こうなるのかな、で、はい。お、なんか、豆腐が出た。PHP だけ。すごいですね。ポチパー PHP。まあまあまあ、仕方ないですよ。ああ、でもそういう意味で言うと、俺の昔の EU のグラナダに行った頃のだったらいけんじゃない。もうあの時のやつないかもしれないが、ないかもしれない、ね、海外の登壇した時の自分のプロポーザルが今パッと出ればよかったのがパッと出ないということが分かり、とても残念な気分になっております。はい、いいです。まあまあ、あのここにフォントをぶち込めばね、あのかっこよくこれが多分ビジュアライゼーションできるんでしょうよ。そして意外とそういうところがめんどくさいというのもあるからね。まあでも PHP とか、まあ、スパーとか出てるんで、なんかでもこれ普通グルーピングされてると思うんだが、なんか不思議な感じだな。なんかいろいろ重複があるのが不思議な感じがするわ。この時点でだって、どういう理屈でそうなったのっていう感じがするが、あ、そういうのいろいろ苦労するのはね、若干、なんだろう。うん、まあ、ライブラリーのなんか、挙動によって変わりそうなんで、うん。うん、ちょっとまあ、ワードの挙動を調べるのは大変な、めんどくさいかなっていう気分ですね。わかるわかる。このあたり一瞬だけちょっと、チューンして、はい、ああ、なんか近いのが出てきた。なんかさっきのリピートってやつがなんか怪しいなと思ったけど、まあ多分それが正解だったんだろう。おぉ、出ましたね。に見える。これ、まあ、というか、僕は PHP の要素が強いということは非常によくわかるビジュアライゼーションができたんじゃないでしょうか。まあ、最初はこんなもんですよね。あの、多分、うまいことコピペしたりとか、あの、フォント入れるとかっていうのをやったりとか、まあ、やっぱさっきのバーダンプみたいなのを繰り返して、どういうものはどういうデータであって、あのサーフェスとかっていうのもちょっとちゃんとデータの構造を理解してやっていけば多分こういうのをどんどんやっていけるのかなっていうのと同時に、まあ、やっぱりプロットをバンってやるとここに画像出れるのはいいっすね。うん、これは普通にベース64のあれになるか保存もできるんですもんね。はあ、おしゃれ。そうですね。はい、まあ僕みたいな、まあ、そのなんか機能として画像で保存するのもできそうですね。え、そんなあんの？この辺押すとできるの？あ、それはコラボラトリーの機能なんですけど。ああ、まあ、これセーブするの。関数として、はい、速さ、はい。これちなみに、このコラボって、要は、ローカルディスクに書き込むみたいな概念はあるの？Google ドライブのマシンを使うみたいなことはできるっぽいですけど、うん、書き込み先はすべて Google ドライブかなと思いますね。まあ Google ドライブに書けるんだったら全然、うん、いいですね。いいかわかんないですけど、あの左側のフォルダーのボタンを押すと、まあフォルダーが、Google ドライブのフォルダーが見れますね。これ多分俺押すとめっちゃ怒られる可能性があるんで今押せないやつだわ。俺と仕事先のやつが出てきたりするとちょっとびっくりしちゃうんで、ちょっとねあれなんでそれは避けておきますが、今回はね
あの、まあ、次回、ここら辺十分叩いて、安全性確認されてからやりたいかなと思いますね。はい。はい。これちなみに全部一括で実行し直すとかそういうのあるんですか？あ、これか？と。まあ、その辺の、再起動すると全てが、あの、ゼロからになって、まあ、上から順にペコペコ実行していけば、まっさらな状態で実行されますね。もう再起動っていうのはマジでここの部分見てて思ったんですけど、こう、要は VM が立ってるんですね。うん、そうですね。まあ、Jupyter でもそうですけど。ああ。これいくらぐらいまでタダなの？あるいはすでに俺は金を払ってる？うん、基本タダで、うん、なんか制約が何時間以上実行し続けることができないとか、そういう制約が入ってますね。うん、あ、なるほど。ここら辺ですね、多分。今のところ何も値段わかんないけど。はい。ははまあ、基本的に無料ですね。なるほどね。もっともっとなんか機械学習をやっていて、GPU の機能をいっぱい使いたいとか、そういうような需要がある場合は、無料に、無料だと厳しいってなっちゃうかもしれないです。あ、まあまあ、簡単な、簡単な、うん、まあまあ、簡単なやつだったら全然無料枠でもできて、こう、なんだろう。最近流行りの、流行りのって言ったらあれだね。まあ言語処理とかそういうのをやるときに、まあ手元の CPU のファンをブンブン言わさずとも、クラウド上にあるコンピュータリソースとクラウド上にある Google ドライブを使ってデータをまあうまいことやり取りしてやったりとか。ハイテクだな。これちなみに、まあ、あれで言うと何？これ、ビッグクエリーとかともつながるの？これ。つながります。なんと、すげえな。この実行環境の中から、ビッグクエリーのクエリーを呼び出せます。やべえな。超便利じゃん。え、これ、このサービス自体ってこれ GCP じゃないんだよね。コラボトリーってことで、リサーチの Google なんだよね。向こうではない、向こうでなくこっちにあるのか。いいですね。さまざまなバックエンドからつなげるのか。うん、まあ結構ね。ビッグクエリーはなんかすごいですね。まあ次回は。っていう感じです。はい。うん。この部分は。はい。というふうにやってる間に、57分なんで、まとめに入っていきたいと思いますが。まあ、非常に良いですね。僕、なんだ、もう今、ノートブック、まあ、これ系、昔、初期あった、ジュピターノートブックという物体があり、ジュピターノートブックの頃から、まあ、いろいろあったんですけれども、そういうのはもう今は、なんだろうね、全部オンラインで無料でできるっていう、いい時代に実はなっていて、まあ、これのことを知らないおじさんはどれだけ損してるのかみたいなところが非常によくわかる。素晴らしい回という感じがしましたね。まあまあ、なんとか次は、今回すごい勢いでやったので、データセットが割と雑だったんですけど、また良いなんかデータセットかなんかをこう引っ張ってこれないかなとちょっと画策をして、そうですね。ピシパー会議の方面から引っ張ってくるか、どっかからこう、引っ張ってくるかみたいなことはいろいろ考えるところでありますが、まあまあちょっと第2回みたいなものをやればいいかなと。あとはまあそうですね、エマさんに対して、エマさんがこう今回教えてくれたこれに対して、ぜひともご感想など寄せていただけると、このシリーズが、打ち切りになるのか伸びるのか。まあ僕はすごい面白いんで、ぶっちゃけ、あそこまで行きたいんですよ。自然言語処理の、ML 系のやつをなんか一個でも動かしてみたい。何でもいい。何でもいい。エモートみたいなやつでもいいし、うん、何でもいいんだけど、このテクストが要は、批判的なのか、よくあるじゃん、定番の。あれぐらいをちょっと一回走らせて、はいはい、
プロポーザルを勝手にこう、あのポジティブプロポーザルなのかネガティブプロポーザルなのか、いやそれちょっとやべえな、怒られそうだな。まあ若干こう創生するか悩むところなんだが、どういう面だろうな。あのでもまあまあまあギリギリ許される範囲で、まあまあそういうのもちょっとやってみたいなってちょっと実は思ってて、まあ、そこら辺までいけると多分、あのみんな 僕みたいなあんまり普段これ触らない人も興味が出ると思うのでやってみたいなと思っている、勝手に。はい、ということで最後もう一回ぐらいにこれを表示しておくと、多分エマさんが喜ぶと思うのでもう一回表示しておきましょう。はい、はい、僕が消えないとあれですね。はい、はい、まあということで、うっすらとした私と、エマさんが映っておりますが、まあとりあえずですね、ピチパー会議もうちょっとであと120何日ぐらい、まあ、これが公開される時にはどれぐらいになっているかちょっと若干わからんが、で開催されますので、あのぜひとも覚えておいてくださいというのと、まあ、トークをぜひともご応募くださいというのと、そうですね、もうさっさと、あの、なんだろう、去年の動画とかあるわけですよ。だから、あの、こういうカンファレンスに行ったことがない人とか、そういう人とかに、あの、まあ、ちょっと興味があるようなものないかなとか、まあ、なんか聞いてみたりとか、サジェストするってすごく重要だと思っていて、僕も、なんなら、山さんとかに、カンファレンスとか出ないみたいなことを、CTO と一緒にこう、説得するみたいなことをする羽目になったのは、去年とか一昨年とかの話で、まあ、だんだんとこう、人が来てくれてるようになってきたので、やっぱりこう、言い続けたりとか、接触機会を増やすのは重要なんで、まあ、ちょっとそういうね、の皆様のお手元でも、ぜひお願いいたしますということで。はい、ということで、今回、先生は、エマさんでした。エマさんでしたっていうのはあれなんですけど、エマさんでした。下にタップ、はい、ツイッターかなんかのあれを入れとくんで、はい、ということで、今回以上となります。なんか最後、感想ありますか？次回に向けて意気込みなど。そうですね、ちょっとぐだってしまったなっていうところがあるんで、これでぐだってっていうの。来週、来週ではないですか、次回は。いや、来週でもいいですよ。面白いことを、やっていこうかな。やっていきたいなと思います。あと、スポンサーしてますので、弊社、よろしくお願いします。そうですね。はい。はい、ということで、また次回お会いしましょう。お疲れ様です。また。お疲れ様です。これ、停止ボタン毎回押すのめんどくせえんだよな。